どうやら俺たち3人ともあの家具屋って女にいい具合に乗せられていたようだな。とりあえずここから脱出だ。それでも友達か？俺焼いてこうずしやったらね。ちょっと待て、落ち着けよルパンな。お前、家具屋って女に心当たりはあるのか？家具屋ちゃん、ある。わーい！こっちだろうが。ねえ、ルパンどっち行くの？じゃあ私はこっち。何すんのよ。愛し合う二人の別れにはキスがつきもの。はあ、はあ。よくやるぜ。はっきり言おう、ルパンは女にモテん。ここで今日全く活躍しなかった私が特別サービスといたしまして、ストリップを。始めよっか。こんな田舎に呼び出しといてすっぽかすとはな。いつものことだ。おそっちに言ってと。おお、よく聞いてんな。あ、やめろよ。この方はコクが出るんだよ。どいつだって嫌いなんだよ。ちょっと肉にか、うん、それを俺んだろ。ネギ日本人だろうが。